里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。ドラウト戦略パート3。佐藤さんで3ってこうじゃなくてこうやってやるんですね。これ以外の差あるんですか。結構こんな出しにくいじゃないですか。え？だって3ピースってこうでしたよ、昔流行った。いや、そこっす。なんかキャッチャーらしいですよね、それね。じゃあ、はい、1、2って数、どうやって数えるかやってください。1、2、3ですよ、4。ええ？これが一般的ですよ。1、2、3、4、5です。あ、でも4はこれできないんですね。だから1、2、3、4、5です。1はこれでしょ。いや、1個ですよ。私昔いたテレビ局1チャンネルだったんですよ、はい、1チャンネルでってやってました。1チャンネルでってやんないです、ま、人に言うときはこうですけど、はい、自分で数えるときは1です。こんな地域性なんですかね。そうなんですか。いると思いますよ。そうですか。どっちですか。だってこうやってやる方が簡単なんですよ。まあまあまあ、もうそっか。今でも私はこうですね。はい。でも3は絶対こうですね。わかりました、そうしましょう。私も明日からこうしますよ。今日は、日本ハムと広島です。はい、はい、まずじゃあ日本ハム行きましょうか。はい、日本ハムね、最下位になっちゃったんですけど、そんなチームじゃないんですよ、うん、で、日本ハムもそうですけど、はい、もう明確なんですよ、穴が。はい、それも何かっていうと、栗山監督がショートスターだとか、もういらんのこともやったっていうのは、もう先発投手陣が足りてないっていう証拠なんですよ。はい、だから有原はね、タイトル取っていけましたけど、まあなんて言ってもね、噂が怪我したのが痛かって、これ有原噂がいたら、こんなことなってないんですけど、うん、今ね、日本ハムで起こってるね、大事件これです、はい。次に来る選手がいないっていう。出て行った選手もいっぱいいるじゃないですか。はい、それでも常に次が育ってきてて、うまく回ってたんですよ。うん、今、回らなくなってるんですよ。これが一番、だから次が育ってきてないんですよ。育ってないっていう。全体的に一気に抜けて、一気にシフトチェンジしすぎてるんで、うん、選手が間に合ってないんですよ。いや、ほんと、打順見ても、かなり若いですよね。そうそうです。だからこう、うん、若いのはいいんですけど、そこが育ちきってないっていうと、ここ数年、その選手がそんなに変わってないっていうところが、うん、ちょっと若干不安定あるんですよ。だから、うん、日本もね、はい、レギュラーとここの差がちょっと激しくなってます、この。前はね、ここら辺がこういい感じで詰まってたんですよ、はい、層が。今ちょっと離れすぎてますね、はい、だから外野も近藤にしか太田完璧です、うんうん、これはもういや近藤選手打ちますしね。でもどっかかけたら次がなかなかいるんですよ、選手はいるんですけど、はい、なかなか一緒のように一軍で活躍にはなんかちょっと寂しいですよね、うん、いやじゃあどうしたらいいんですか。取るところは即戦力を取った方がいいってことですか、うん、取るのはね、やっぱりね、サードショートはもうマストっすね。サードショート欲しいっすね、それをしっかり取っていくことによってもうちょっと厚みが増すんで、うん、であとはまあ中継ぎもね、秋吉とか取ったり、はい、宮西とか、うん、頑張ってるんで、はい、そこまで負けるチームじゃないんですけど、うん、まあ、こう打つの波があったかなっていうのと、やっぱ先発投手陣があんまりだったのと、あとはレアード出して、はい、ワンボーロン取って、そのワンボーロンがなんか、ああ、そんな感じなんだっていうぐらいで収まっちゃったのもちょっと敗因だったんですけどね。はあ、なるほど。で、じゃあ1位は1位はね、もう佐々木君に行くんじゃないですか。やっぱ日本ハムってなんかそんな感じがするじゃないですか。いやいや、そう、若い高校生とのイメージが。でも育成システムすごいしっかりしてるって言いますよね、日本ハムって。そうなんですか？っていう噂すごく聞くんですけど、なんか2軍でこのぐらい経験させたら1軍に上げて経験させるみたいな。それがいい感じに来てるんですけど、今ちょっと低迷してますよね。そこの、そこがうまくいってないのか、はい、結局こうが来てない分、出てる選手はいるんですけど、それによってそれを補える選手たちが、はい、まあなかなかついてこれてないっていうところが、うん、この今年6位になったところだと思うんですよ。うん、ピンポイントで取るならやっぱサードショートの内野手は欲しいですね。ひょっとしたらね、中島拓也は FA するんちゃうかっていう噂も聞きますし、結構日本ハムってフロント主導で選手のシフトチェンジしていくんで、はい、そこそこできても一気に構想から外されるパターンあるんですよ。それによって FA して出ていく選手結構いますね。だから鶴岡選手も大野を使う感じになったからソフトバンク行ったとか、小山とかもそうですよね。そうですね、うん、だからそういったパターンで出ていくこともあるんで、はい、中島選手が FA でいったらもっと薄くなるんで、うん、だ次に行く選手を育てるのと、やっぱショートサードは欲しいですね。なるほど。
じゃあなんかこう予想としてはやっぱなんか佐々木くん行きそうなチームのイメージがあるので、うん、まあそういうピッチャーを行きつつ、まあ先発は絶対確保しておいた方がいいですよ。そうですね。はい、うん。先発は絶対いるんで、まあ佐々木くん奥川とかね、はい、まあそこら辺やっぱ高校生行くのかな。最近の感じで言うと。そうですよね。広島は今年は残念なことが多すぎたんで、まあ田中康介選手がまさか1割台っていうね。うん、でしかも怪我で離脱。はい。で、バティスタがドーピングっていう、相沢 FA 問題っていうのもあるらしいですけど、はい、まあでもキャッチャーはね、はい、まあまあまあ、そこまで飛んなくても、はい、数いるんで、ええ、もう問題ないと思うんですよ。はい。でもやっぱ中継ぎ陣が薄かったのと、やっぱ先発も、パゴダがね、うん、今年怪我から復帰して、いい感じで回ってきたんで、ええ、まあそこまで悪くないんですけど、やっぱりその、投手陣、まあどこもそうなんですけど、はい、まあピッチャー欲しいですよね。広島って先発結構固まってはいませんか？いい感じで固まってるんですよ。はい。だから広島、今年で言うと、投手成績、防御率2位なんですよ。阪神が1位で2位が広島ですね。で、打撃も、まあ3位で悪くないんですけど、うん、トラウト戦略はね、カーブはね、もういつも通り、はい、若手主体の独自路線、はい、今までやってきたやつで大丈夫です。ほうん。完全に。去年だって小園ね、はい、取って、チームのマイナス点を補う、戦略は僕はできてると思うんですよ。うん、カープは。はい。じゃあ若手主体で、これからゆっくり育成していこうっていう感じで。そうそう。今までしてた。はい。だからまあ、強いて言ったら、はい、もう森下君行きましょうか。おー、あ、そうですか。はい。1位で。うん。ええ。で、まあ、そしたらもう投手陣もあるんで。はい。あ、でもこれで監督が変わって、またチームのこの育成方法とかってまた変わってくるの？でもね、カープはカープ OB がどんどんなっていくんで、ええ、多分カープっていう主体は変わらないと思うんですよ。じゃあ、いわゆるイズムは変わらないわけですね。一番変わるのは使われる選手が変わるっていう。あ、っていうだけで、今一番やらなきゃいけないことは、はい、ドラフトでチームを変えるっていうより、やらなきゃいけなかった人が頑張れなかったのをもう一回練習し直しましょう。引き締めて。今のチームの立て直しみたいな。そう、立て直しの方が大事。それがしっかりできれば大丈夫なんで。はい。あとはまあ、バティスタを契約するのかどうかっていうね。そこね、どうなるんですかね。どうなるんですかね。抜けた穴はやっぱりでも、もし対談ってなったら埋めないといけないですしね。そうですね。そしたら、うん、アカデミーから連れてくるんじゃないですか。カープアカデミーから。強いですね、なんかね。だからまあ、日本ハムと広島はまあ、独自路線で大丈夫なんですけど、はい、まあ、お互いに絶対必要なのは、まあ、ピッチャーですね。うん、日本ハムは、やっぱサード、ショートは欲しいですね。はい、広島は、まあ、FA で出ていく人たちのことも考えられるし、噂によると菊池、メジャー、ポスティング欄ちゃうかっていう噂もあるんで。まあでもなったとしても、はい、小園と田中康介いるんで、うん、そこをさ、セカンドとショートどっち使うかで、使い切れれば、はい、まあ問題ないと思うんですよ、うん。でも次の人も見つけなきゃいけないんで、はい、外野と内野どっちか一人は上位で取っといた方がいいですね。うん、なるほど。いやでも本当カープってこうチーム戦略というかそういうのってしっかりしたチームだなっていうのは。でもこれね、思いますよね。こっからですよ。カープの、はい、本当の進化が問われるのはこっからなんですよ。どうして今は、はい、いや今ずっとダメだったわけですよね。で、これで、2016年から3連覇したわけですよね、はい、何ターンもしても強いチームっていうのが僕はすごいシステム作りだと思うんですよ、うん、はい、変わって次のターンも同じように強いと育成運営システム最高なんですよ。あ、これが変わった人が変わった途端ドーガーってなってくるとそれはたまたま感になっちゃうんですよ。じゃあこっから強いカープでいられるのかっていうのが、まあ、運営とか育成とかに、はい、進化が問われてます。ほー。僕が今ね、感じてる、球団運営、強さを維持してる、はい、一番いいのはもうソフトバンクと巨人ですよね。だって何ターンしても、A クラスにいますもん。ジャイアンツのショートなんて、何ターンしました？河合さん、二岡、坂本で3ターンですよ。キャッチャーなんて村田慎一さん、はい、安倍、小林、3ターン。エースとかも、斎藤正樹さんとか、はい、まあ、桑田牧原さんとか、上原さん、菅野ですよ、はい。3ターンしても、A クラス。だってこの2000年以降 B クラスをしたら1回だけじゃないですか。はい。ソフトバンクの、だって何ターンもしてるんですよ。いや、やっぱそれってやっぱ育成がいいんですか？育成もいいし、はい、あとは足りないところをお金でカバーしてるっていうのもいいし、はい、だからこれもだって、戦略、戦略じゃないですか。一つですね。お金があったら使うのは当たり前じゃないですか。はい。だからそこを何ターンもしてでも続けれるところがいいんで、広島はね、次のターン強いかどうかが見物なんですよ。うわー、なるほど。楽しみだ。今 B クラスやりましたけど、はい、クライマックスが進むにつれて、負けたチームから戦略します。はい。はい、じゃあ次は、CS の初戦で負けたチームを。そうですね。だから DNA、阪神、
あとソフトバンク、楽天の負けた方の2チームやります。